そうだった。電車の中で茶道部に顔を出すって話をしたんだっけ。すみません。先輩、いますか？おや、誰かと思えば遠野くん。もしかして、遊びに来てくれたんですか？いえ、これは遊びに来てくれたと見ました。ささ、そういうことなら中にどうぞ。ちょうど遠野くんと話したかったところです。はあ、それじゃあ遠慮なくお邪魔します。驚いた。うちの学校にこんな教室があったなんて知らなかった。完全に趣味の部屋じゃないか。私もそう思います。形式上は部活動のためということになってましたが、校長先生の趣味でしょうね。もっとも私が入るまでは使われていなかったようですが。先輩が来るまで使われていなかった。そうなんです。もったいないことに茶道部は部員数ゼロの架空部活に甘んじていたのです。お菓子は心の安定剤、和菓子の良さを伝える道が廃れているなんて、町から笑顔が消えるようなもの。いえ、雨の日に捨てられた子犬を見捨てるようなものですので、先生方にお願いして茶道部を再開させていただいたんです。部員はまだ私一人なので、5人揃うまでの仮運転ではありますけど。そうなんだ。先輩好きなんだお菓子。はい、本命は洋菓子ですが、丁寧に作られたお菓子に寄せんはありませんから。ともあれ、茶道部の主将として地道に勧誘活動を続けているんです。そのおかげで放課後とか休み時間とか、こんな風に自由に部室を使わせてもらっているんですよ。遠野くんも何かありましたらぜひ。私、放課後は大抵ここにいますから。そうなんですか。けど遠野くんも物好きなんですね。確かにお誘いはしましたけど、あれだけでここまで足を運んでくれるなんて。もしや顔に似合わず肉食系ですか？いや、本当に特に理由はなかったんですけど。と、これは失礼。強くかけすぎちゃいましたか。
あのさ先輩、俺こういう作法苦手なんですけど。そこは問題なく、私だって流したて前ぐらいしか知りませんよ。遠野くんはどうぞ自由に、楽にしてください。気軽におしゃべりするだけなんですから、堅苦しいのはなしにしましょう。そういうのは楽しくありませんからね。正座とかしないで足を崩しちゃってもいいですよ。はあ、真面目なんだかおおらかなんだかよくわからない人ですね先輩は。どうしたんですか先輩、浮かない顔してますけど。え、ああその、なんだか遠野くんの方が落ち着いてるなってちょっと驚いてました。うちはもともと厳しい家だったから、こういうのに慣れているだけですよ。それより先輩、話したかったって言ってましたけど、何の話ですか。おっと、そうでした。実はお昼に聞いたお話がどうしても気になって。昼の話って、その俺の実家のこと。遠野くんが嫌じゃなければですけど。ほら、この時期に住まいを移すなんて、何か良くないトラブルでもあったのかなって。うちの家の話なんて聞いたってつまらないですよ。それこそ時間の無駄だと思うけど。つまらなくてもいいですよ、私が聞きたいだけなんですから。はあ、物好きですね先輩は。それじゃあ話の続きをしましょう。自分の家に戻ると言っていましたけど、今までご実家には戻られていなかったんですか。はい、いろいろあって7年近く実家に戻ってなかったんです。療養生活みたいなものでしょうか。10歳の頃に事故に遭ったんですけど、それからは慢性的な貧血持ちになっちゃって、で遠野の家は何かと騒がしいので、落ち着ける親戚の家に預けられていて、それが昨日までの話です。ああ、それは大変でしたね。その傷の方はまだ。そっちはバッチリ治っています。後遺症は貧血だけですけど、親父に言わせれば事故に遭う前からその気はあったそうだし、別に気にしていません。そうだったんですか。辛いお話をさせてごめんなさい。つまりその親戚の方々が10歳からの育ての親ということになるんですね。そうですよ、有馬という家の人たちで、俺にはもったいないぐらいよくできた人たちでした。過去形なんですね。いずれご実家に戻ることが分かっていたから、有馬家の人たちはあなたを家族として接していなかったということですか。え、いや、そういうわけじゃなくて、遠野家から呼び戻しが来るなんて全く思ってなかったし、俺も恵子さんたちもずっと一緒に暮らすと思っていました。呼び戻しがないと分かっていたんですか。遠野くんは遠野家の長男なのに。はい、
本当のことを言ってしまうと、療養生活というのは建前なんです。俺と親父は犬猿の仲というやつでして、怪我を理由に体よく放り出されたようなものなんです。それはあなたの勘違いではなく？うん、そうですね。勘違いならそれに越したことはありません。でもそれを確認することはもうできません。ついこの間、当の本人が奇跡に入りましたから。親父はぽっくり言っちまって、7年間の行き違いはこれでおしまい。未完のまま終了です。お父さん亡くなられたんですね。それであなたは実家に戻ることになったと。はい、新しい当主からとっとと帰ってこいと矢の催促で。おっかないんで今日から戻ることになりました。一つ聞いていいですか？どうぞ。俺に答えられる範囲でなら。そうですか。では遠慮なく。あなたは先ほど有馬の家の人たちを過去形で話しました。あなた本人ももう切り離して考えている。遠野くんはそれぐらい前のご家族が嫌いだったんですか？いえ、大好きでした。血がつながってないことなんて気にも留めない人たちで、俺が一人で落ち込んでいるのが申し訳なくなるぐらいあったかかった。そういった疑いようのない愛情を信じられる自分もまんざらじゃないんだなって思いました。でもダメだったんですね。はい、熱しやすく冷めやすい性格って言いますけど、きっと自分はそうなんです。家族に関してはそれが顕著なんです。父親母親が向けてくれる愛情より強い愛情を返せない。なんで。ほら、つまらない話だった。すみません先輩、時間を無駄にしちゃって。いえ、そんなことないです。すごく有意義なお話でした。でもちょっと意外でしたね。私、
遠野くんってのんびりしている子だなって思ってましたから。基本的に俺はのんびりしてますよ。できるだけ今を楽しむってのを座右の銘にしましたから、終わってしまうことより先のことを楽しみにしていた方がハッピーでしょ。先のことを楽しみにですか。いいですね、そういうの。私も全力で応援したくなっちゃいました。しかし、できるだけエンジョイするですか。それじゃあ差し当たって、明日から一緒に登校とかしちゃいます。あー、いや、そういう意味ではなくて、楽しむってのはあくまで希望的観測に過ぎないというか、先輩を口説くならもっと事前に段階を踏むというかですね。はい、もちろん冗談です。遠野くんが紳士であることは私も分かっていますから。中学2年生ということは14歳の頃の遠野くんですか。その頃の遠野くんも見てみたかったです。
ここのドア全自動になったんだ。昔は守衛さんがいたんだけどな。はい、お待ち申し上げておりました。よかった。あんまりにも遅いものですから、お迷いになられているのではと心配していたんですよ。日が落ちてもいらっしゃらないようでしたら、こちらからお迎えに向かうところでした。あ、いや、ですよね。はい。様っていうのはその余計だけど。ですよね。もう脅かさないでください。私また間違えてしまったのかと怖くなってしまったじゃないですか。
すみません、もしかしてここのお手伝いさんですか？さあ、お疲れでしょ。遠慮せずに上がってくださいな。秋葉様がお手すきになるまで今でおくつろぎください。あの、今に行く前にちょっと他の部屋を見て回っていいですか？なんていうか、懐かしくて。まあ、覚えていらっしゃるのですね。ですが、申し訳ありません。秋葉様がご当主になられてから遊戯室や図書室、サロンといった大部屋は施錠されております。長男であらせられる四季様であっても秋葉様の許可なく使用することはできません。ああ、そうなんだ。それは残念。やっぱりそう自由には使わせてもらえないですよね。いいえ、ご挨拶がお済みになればすぐにお許しいただけますよ、きっと。ああ、でも鍵のかかっている部屋に入るときは私どもに一言かけていただけると助かります。塔の塔は外だけでなくうちのセキュリティも厳しいので、許可されていない部屋に入ってしまった場合、身の安全は保証できません。保証できないってまた大げさな。嫌でも飛んでくるんですか？いいえ、矢より恐ろしい規則に厳しい当主様の雷が。お帰りなさい、四季様。どうぞ今日からよろしくお願いします。借りてきた猫ちゃんみたいですね。お気持ちはわかりますが、どうぞ楽にしてくださいまし。ここは四季様の家なんですから。そうですよね。どうぞ、ソチュですが。あ、ありがとうございます。秋葉様に声をおかけしてきますので、しばらくお待ちください。そうですね、おそらく10分ほどかかりますから、それまでお屋敷の中を見て回るのもよろしいかと。いいんですか、勝手に歩き回って。何をおっしゃいますやら、ここは四季様のお家です。
勝手も何もございません。あ、いえ、でも2階はちょっと行けませんね。秋葉様がいらっしゃいますから。1階でしたらお好きにご観覧ください。四季様にとっては7年ぶりのお屋敷ですもの。懐かしくて胸が弾んでいますでしょ。それでは。参ったな。おや、戻る前に立ち寄ったのだが、先客がいたとはね。こんにちは、四季君。塔の邸にようこそ。というのは間違いか。君の場合、お帰りというのが正しかった。あなたは？ん？覚えていないのか？ああ、そうか。私だよ。佐伯ゴートだ。君が子供の頃に何度か顔を合わせたことはあったが、このなりではね、覚えていても一致はしないだろう。構わんよ。キーの視線には慣れている。私は事故で顔を焼いてしまってね。ずいぶん前からこうでもしないと出歩けない体になっている。日の光は特に厳しい。秋葉にも煙たがられているが、こればかりは仕方のないことだ。彼女にも責任の一端はあることだしね。しかしまあ、よくも帰ってこられたものだ。君のことだよ、四季君。巻久の言いつけを破って屋敷を抜け出した結果、くだらない事故に巻き込まれて脱落した。脱落！そう、脱落だ。君は、ご両親からの投資を投げ捨て、自らの義務を放棄した脱落者だ。にもかかわらず、こうして屋敷に戻り、秋葉の兄として振る舞おうとしている。そんな自分が恥ずかしいと思わないのかね。
おや、反論はないのかな。ないですよ。義務を放棄したのは事実ですから。でも脱落者とか投資とか家族の話にそんな言葉を使うあなたこそ恥ずかしいとは思わないんですか。家族の話だからこそ的確な言葉を選んだんだがね。養育は一族の将来への投資だ。市井の人間はともかく選ばれた血筋、尊い家系において個人の自由は存在しない。自由？いや、自意識と言ってもいいな。それらは成人した後、一族を背負えるようになって初めて獲得できる権利のはずだ。君は遠野の子でありながらそれを理解していなかった。秋葉とは似ても似つかぬ三流だ。まあ一度地に落ちていながら帰ってくる高顔さだけは一流と言えなくもないわね。そう睨むな四季君、今のはただの客観論だよ。私個人の評価じゃ誤解させてしまったようだが、私は君の帰還に反対はしていない。どちらかというと賛成派だし、そもそも遠野家現当主の決定でもある。よそ者である私にどうこう言えることでもないだろう。佐伯家は祖父の代から遠野家とは対等の付き合いをしている。現代風に言うとビジネスパートナーというやつだ。今日は商談に来ただけでね、長引いてしまったが色良い返事をもらえて上機嫌で帰るところだったのさ。ああ、この陰気な姿でせっかくの帰郷に水を差すのも忍びない。今日はこの辺りで失礼するよ。失礼いたします。ん？四季様、何かお気に障ることでもありました？いえ、何でもないんです。ちょっと気をされているだけで。あ、お茶ありがとうございました。美味しかったです。お上手ですね。こちらこそお褒めいただきありがとうございます。と、それより本題ですね。お待たせいたしました。秋葉様のご用事がお済みになりましたので執務室においでください。四季様をお連れしました。ご苦労様。仕事に戻っていいわよ、琥珀。はい、それでは失礼いたしますね。
お久しぶりですね、兄さん。兄さん、何かこの部屋に不審な点でも？あ、いや。話には聞いていましたが、本当に体調が不安定なんですね。時間は無駄にしますが、私からの話の前にお休みになられますか？いや、体調はそう悪くない。秋葉があんまりにも変わってたんで、びっくりしたというか。7年も経てば変わります。ただでさえ私たちは成長期だったんですから。それともいつまでも以前のままだと思っていたんですか、兄さんは。いや、それは。面目ない。正直考えが足りなかった。でもそれにしたって秋葉は変わったよ。昔より格段に美人になった。ありがとうございます。兄さんは以前とあまり変わってはいませんね。まあいいでしょう。体調が良いのなら話を済ませましょう。今回の移転について詳しい事情は聞いていますか？いや、詳しい事情は何も。いいから屋敷に帰ってこいって話だけだ。親父が亡くなったことは新聞で知ったけど。申し訳ありません。お父様のことを兄さんに知らせなかったのはこちらの失策でした。そこは気にしなくていいんじゃないかな。俺が言ったって死人が生き返るわけでもないんだ。逆に親戚筋に合わなくて助かった。そうですか。
そう言っていただけると私も少しは気が楽になります。でも、そうなると誰が俺を呼び戻したんだ？親父の遺言ってわけでもないんだろ。兄さんをこちらに呼び戻したのは私の決定です。いつまでも遠野の長男が有馬の家に預けられているのはおかしいでしょ。どんな欠陥があろうとあなたは遠野の人間なのですから。お父様、遠野真紀久が亡くなった以上、遠野の血筋は私と兄さんだけです。血は守られなければいけません。お父様がどのような考えで兄さんを有馬の家に預けたかは知りませんが、そのお父様もすでに他界なさった身。理由が定かではない以上、遠野指揮をこちらで監督するのは家族として当然のことでしょ。監督するか。じゃあもし遠野の家に帰ることを拒否してたらどうなっていたんだ。そんな自由はあなたにはありません。有馬の人間にも本家からの決定を拒む権利はありません。私も兄さんも遠野家に育てられたものです。少なくとも成人し社会的に自立するまではあなたは遠野家に隷属する義務があります。親父の口癖だったな。じゃあ俺を呼び戻した理由は単に。どのような経緯であれあなたが遠野家の長男だからです。それ以外に理由があるとでも。理解していただけて何よりです。言うまでもありませんが、私の発言は遠野家当主のものとして受け取ってください。戸籍上ではあなたは私の兄ですが、この家における上下関係はまた別のものです。兄さん、私はあなたを兄として尊重しますが、同時にこの家を預かるものとしてあなたを遠野家の財産として扱います。7年前のことは忘れて、私たちは当主とその家人であることを肝に銘じてくださいますよう。うん、それはそれでわかりやすい。はっきり言ってくれた方が俺もすっきりする。私の言葉を理解していますか？私は兄さんより上の立場で
それを承諾しろと一方的に宣言したつもりですけど。分かってるし、文句はないよ。だってどう考えてもこの扱いになるだろう、今の俺は。むしろ7年間好き放題に生きてきた俺に、妹としてきちんと礼を取ってくれる明葉に感謝してる。けど明葉の考えは別にして、親戚の連中がよく納得したな。俺を有馬の家に預けろって言い出したの、確か親戚の人たちじゃなかったっけ。そうですね。ですが今の当主は私です。親戚の方たちの進言は全て却下しました。この件に関して意見を挟むということは、私にひいては遠野に逆らうことだと明言しましたから。兄さん、ぼーっとしたお顔をされていますが、何か。ああ、いや、感心したというか感動したというか。本当に当主として認められたんだな。当たり前です。そうでもなければ兄さんを呼び戻せないでしょう。話を戻します。兄さんには今日からここで暮らしていただきますが、ここにはここの規律があります。今までのような不作法は避けていただきますから、そのつもりで。あそりゃ無理だよ明葉。今さら俺がお行儀いい人間に戻れるわけないし、戻ろうって気もないんだから。いえ、何があろうと戻っていただきます。子供じゃあるまいし、試す前から泣き言は結構です。それとも私にできたことが兄さんにはできないとおっしゃるのですか。わかった。できるだけ努力はしてみる。努力はするですか。都合のいい返答ですね。努力をすれば誰であれ報われるとでも。私が求めているのは結果だけですので、そのつもりで。いいです。兄さんは今まで自由気ままに暮らしていたんですから、すぐに生活を正せとは言いません。最短で1週間、最長で1ヶ月の猶予を差し上げますので、どうぞ死ぬ気で努力してください。あのですね、そこまで無茶な話ではありませんから。現在屋敷には兄さんと私しか住んでいません。うるさ型の親戚筋がいては兄さんも落ち着けないでしょうし、私も煩わしいので人払いは済ませました。お前、屋敷に居候してる親戚全員追い出したのか。ええ、どうぞお気になさらず。家と財産を失いながら何の努力もせず、お父様の恩情にすがっていただけの方々です。遅かれ早かれ屋敷から出て行ってもらう予定でした。あ、使用人たちも大部分に暇を出しましたが、私と兄さん付きのものは残しましたので問題はありません。いや、問題ないってありすぎるだろ。そんな勝手をしまくったら次の親戚会議でやり玉にあげられるぞ。
もうつべこべ言わないでください。兄さんだって屋敷の中に人があふれかえっているより私たちしかいない方が気持ちは楽でしょ。いやでもだな、本当にそれでいいのか。親父だって親戚の意見には逆らわなかったのに、そんな暴君みたいなわがままを通しちまって。そうですね。だからお父様は兄さんを有馬の家に預けたんです。けれど私、子供の頃からあの人たちが大っ嫌いでしたから、これ以上どうでもいい彼らの小言を聞くのはごめんです。ごめんですって、アキハ。ああもういいから、私なんかの心配は結構です。そんなことより兄さんはこれからのご自分の生活を案じてください。いろいろ大変なことになるって目に見えているんだから。状況はご理解いただけたとは思いますが、兄さんはまだ有馬での暮らしが抜けきれていない様子。ま、それもいいでしょう。そのための使用人です。この先わからないことがあったらこの子に言いつけて。翡翠。この子は翡翠、うちの使用人です。これから兄さん付きの次女にしますが、よろしいですね。次女ってつまりその。わかりやすく言うと召使いということです。ちょっと待ってくれ、召使いとか大げさすぎないか。自分のことぐらい自分で面倒を見れるっていうか。食事の支度や洗濯もですか。ともかくこの屋敷に戻ってきた以上、私の指示には従ってもらいます。有馬の家ではどう暮らしていたかは知りませんが、これからの兄さんは遠野家で暮らす遠野家の長男なんです。相応の待遇は義務として受け入れてください。それじゃあ翡翠、兄さんを部屋に案内してあげて。この人は右も左もわからない子猫と変わらないようですから、この広い屋敷でいきなり迷子にならないようにね。かしこまりました、秋葉様。あ、それと兄さん、長男といえどこの屋敷では禁止された事柄、立ち入ってはいけない場所があります。それを犯したりすることのないように、翡翠には兄さんのお守りも命じてありますから、翡翠の進言にはできる限り耳を傾けてください。それお守りじゃなくて監視役って言わないか。兄さんが規則正しい生活をしてくだされば、翡翠もそんな役割から解放されます。それではまた夕食の席で。お部屋にご案内いたします、四季様。
四季様のお部屋はこちらです。おとぎの国みたいだ。四季様、何かご質問でも？いや、ただの独り言だから気にしないでくれ。俺の部屋ってここ？はい、ご不満がおありのようでしたら違うお部屋をご用意させていただきますが。いや、不満なんてあるわけないけど、そのシキ様。いいんだ、なんでもない。喜んでこの部屋を使わせてもらうよ。はい、お部屋は7年前から手を加えていませんので不自由はないと思います。ちょっといいかな。ここ7年前は俺の部屋だったとか。そう伺っておりますが、違うのですか？まあ言われてみれば確かに少しは覚えがあるし、きっとそうだったんだろう。けどやっぱり落ち着かないな。今朝まで4畳半の部屋で暮らしてたからさ、高級ホテルに泊まりに来たみたいだ。お気持ちはわかりますが、どうかお慣れください。四季様は今日から遠野家のご長男なのですから。まあそうだね、せめて外見ぐらいは笑われないように頑張ってみるよ。それと昨夜のうちに届いたお荷物は全て運び込みましたが、問題はありませんか？いや別にないけど。あ、なんか持ち込んじゃいけないものでもあったとか？いえ、お荷物が少なすぎるようですから、必要なものがあればご用意いたしますので、どうかお聞かせください。そっか。いや、とりあえず足りないものはないよ。もともと荷物は少ないんだ。自分の荷物って言ったら、そのカバンとこのメガネと。ともかく荷物のことは気にしないでいい。こんな立派な部屋だけで十分だ。かしこまりました。では1時間後にお呼びに参ります。1時間後ってもしかして夕食？
はい、それまでどうぞおくつろぎください。翡翠、つまらないことを聞くけどさ、この屋敷にテレビとか通信回線とかあるの？テレビと通信回線ですか？今にはありません。西館には娯楽室がありますが、こちらは鍵がかけられています。先日まで逗留なされていた皆様は私物を持ち込まれていましたが、出立される時に荷物はお持ち帰りいただきましたので残ってはいないと思います。秋葉が追い出した親戚筋か。逗留って誰がどのくらいしてたんだ？久我峰様のご長男とそのご家族の皆様が1階西館の3部屋を、遠崎様のご三女とその婚約者の方が2階西館の角部屋を、木島様のご長男が1階東館の1部屋を。皆様3年ほどお過ごしになられました。あとは確か先代である牧久様の主治医様が屋敷に逗留されていたと聞いています。3年もか。なあ翡翠、そういうのって逗留って言うんじゃなくて居候って言うんじゃないか？ないからって別に死ぬわけでもないか。確か1階の西館の方に書庫があったっけ。暇な時はそこから何か見繕うことにするよ。翡翠？姉さんの部屋にならあると思います。は？ですからテレビです。以前姉さんの部屋で見かけた記憶がありますから。よかった、ここでもそれぐらいはあるんだ。って、ちょっと待って。姉さんってもしかして琥珀さんのこと？はい。現在、このお屋敷で働かせていただいているものは、私と姉さんの二人きりです。
そっか、あの人なら確かにバラエティ番組を見てそうなキャラクターだ。ごめん、この話はなかったことにしてくれ。これからここで暮らすんだから、屋敷のルールには従わなくっちゃいけないしね。夕食まで部屋にいるから、時間になったら呼びに来てくれ。翡翠だって他にやることはあるだろう。